コラボキャラクターの究極とか普通の究極って大体さ7時か8時とかに降臨するじゃん。でその後にまあ2降臨目以降は12時とかに降臨するじゃないですか。まあ牛トラもそうだし普通の降臨もそうだったんだけど、あのさ赤座さ、あのまあ初降臨日まあ7時じゃん。で2回目以降の降臨が3時から6時なんですよね。これさ僕がさ見逃しただけなのか分かんないんですけども、毎回超究極ってさ2降臨目以降で3時から6時だったっすかね。これちょっと面白いなと思ってて、6時ってさまあ大体日の出上がるじゃん。まあ煉獄さんとさ赤座ってさ戦った時間ってまあ大体3時から6時じゃないですか。だからなんか2降臨目の降臨でなんかそういう再現してんのかなって思ってちょっと面白いなと思いましたね。まあたまたまなんか狙ったのか分かんないけど、まあそれだけです。ちょっと動画で関係ないことすいません。はい、こんにちは、タブです。今回なんですけども、鬼滅の刃コラボのキャラクターのおすすめのミーと千景の書つけれるキャラクターにはつけるべきかについて紹介していこうかなと思います。はい、1体目は炭治郎。同撃同命機器同撃速がいいんじゃないのかなと思います。炭治郎の SS なんですけども、この SS なんと初撃10倍、クエストによってはワンパンできてしまう SS となっておりますね。ビーラの集会で炭治郎を使うっていうのもまあ確かにありかと思うんですが、別にそれは善逸でいいんで、正直ワンパン目的で使うことはあんまりないと思っております。ですので同撃同命機器同撃速、あの過激盛りが一番いいんじゃないのかなって僕は思っておりますね。英雄の章を優先して使うべきかについてなんですけども、別に今のところ大きくハマるような高難易度はないんで、あの別に優先してつけるべきではないと思っております。はい、2体目は富岡義勇。同撃遊撃同命撃が一番いいんじゃないのかなと思います。友情ブーストもらったので遊撃の実が結構いいんじゃないのかなって思っておりますね。あの速殺は別に超 SS 短縮あるんで別につけなくていいかなと思ってますね。なのでちょっとさらに階級を上げるような同盟劇、これが一番いいんじゃないのかなって思っております。友情ブースト、そして超バランス、さらに熱き遊撃で 25% アップ、こう考えてしまうと結構遊撃の実ありなんじゃないのかなって個人的には思いましたね。で英雄の書は別に今のところ優さんも思いっきりハマるようなクエストはないんで、このキャラクターも別に厳選は別に急がなくてやらなくてもいいんじゃないのかなと思います。英雄の書は別に今のところもつけなくていいかな。はい、3体目は胡蝶忍。おすすめの実は速殺遊撃機照明削りですね。忍の SS の2段階目は最大 HP の 15% 削る ×4 ターンなんで、どんなね特殊倍率かかっていようが SS 当たれば確定で6割削れることができます。もし照明削りや 10% 削りアイテムを使ってしまえば忍さんの SS だけで 86% 削ってくれますね。重心化の時で結構活躍したのがアドミニストレーターっていうクエストでめちゃくちゃ大活躍しておりましたね。このキャラクターは本当に悪さできるような SS を持っておりますので、クエストによっては結構ずるいクリアの仕方できるんで、なかなかいいキャラクターなんじゃないのかなと思ってますね。で大幅に強化されたのは友情コンボですね。やっぱりクロスティンガーからハイクロスティンガーに変わりました。小野小町や機長が持ってる友情コンボですね。この友情コンボは結構強力なんで、やっぱりね遊撃の実は刺した方がいいんじゃないのかなって思っておりますね。そして新しい友情コンボの中距離貫通毒拡散弾9、これがねなかなか面白い友情コンボだなって思いましたね。あのマルタみたいに敵の内部にこの友情を出してしまえばめちゃくちゃいい火力出せると思うんで、ちょっとこのキャラクター使うの楽しみですね。ちょっとで英雄の書は先ほども言ったんですけども、結構ね特殊な攻略をできるような SS を持っておりますので、それに備えておきたいのであれば全然英雄の書をつけて照明削りつけるのもありなんじゃないのかなって思います。別にそういうクエストはもう来ないだろうと思うのであれば別につけなくてもいいんじゃないのかなって思います。はい、4体目は煉獄さん。同撃速殺同命撃が一番いいんじゃないのかなって思います。超アンチダメージボール、超アンチワープ、貴族性キラー、そして底力で千景の書をつければ超バランスになるんで、やっぱり過激盛りがいいんじゃないのかなって思います。で SS が24ターンプラス4ターンなんでめちゃくちゃ重いんですよね。なので煉獄さんには速殺は結構必須なんじゃないのかなって思います。で遊撃なんですけども、ちょっとインボリュートスピアと破裂斬撃弾なんで、まあちょっとまあインボリュートスフェア、まあ弱くはないけど、まあちょっと玄関強じゃあんまり強くはないんで、遊撃は個人的にはなしかな。
やっぱり煉獄さんの目玉はやっぱり SS ですね。超ワンチダメージボールと貴族性キラー超ワンチワープ超バランスの倍率を加味して SS はこれ30倍ぐらいになるんで、これめちゃくちゃ強いんですよね、貴族性相手には。ですので怪奇盛りと速殺が一番いいんじゃないのかなと思います。英雄の章と先見の章は結構ね、優先的につけちゃってもいいんじゃないのかなって思っておりますね。はい、5体目はうずいさん。おすすめの身は有益平面照明が一番いいんじゃないのかなって思っておりますね。アタッチ部分は結構ね、めちゃくちゃいい火力出してくれるんで、遊撃の身は結構必須級じゃないのかなって思っております。で、うずいさんは結構ね、殴りクエストではあんまり使わないと思うので、平面照明が一番いいんじゃないのかなって思っております。まあ、うずいさんはちょっと明確に使えるところが近畿の極25が一番まあ目立つんですけども、別に近畿の極25でうずいさんが思いっきり必須級かって言われたら別に必須級ではないんで、ちょっと英雄の章と先見の章は別に優先度は低いですね、個人的には。はい、6体目はねずこですね。同撃速殺遊撃が一番いいんじゃないのかなって思っております。豪術サマで使えるような身を選んだんで、ちょっとねサマでね遊撃って結構ありかなって思ってて、結構ねクエスト友情コンボが刺さるんですよね。まあゾンビの処理が楽と思います。に魔族キラー刺さるんで、なんか遊撃も結構ありなんじゃないのかなって思いました。で、速殺が結構いいんじゃないのかなって思った理由はここですね。この SS って割合なんですよ。だからこの SS を使ってこの下のボスの方の大仏に当たってしまえば、結構ねいいダメージ出せるんじゃないのかなと思って、ここ簡単にね抜けれるんじゃないのかなって思います。だからなんかねずこにワンパン系じゃなくて割合系にしたのかなってなんか個人的に思いましたね。英雄の章と先見の章は茨城童子持っていなければ全然ね使っちゃっていいんじゃないのかなって思います。はい、7体目は善逸&伊之助ですね。まあステータスがまあちょっと比較的に低いんで、同撃同明記が一番いいんじゃないのかなって思います。で、証つけるなら速殺かな。この SS もワンパン系なんで、速殺は結構マストじゃないのかなって思います。まあ先見の章とか英雄の章の優先度は超究極のダインスレーブをどうしても運極にしたい人は優先的にね使っちゃっていいんじゃないのかなって思います。ダインスレーブ以外だと別になんか明確なところはないんで、別に優先度は個人的に低めかなって思います。はい、カナオですね。カナオには遊撃が一番いいんじゃないのかなって思います。で、証つけるなら同撃もしくはスコア稼ぎが一番いいんじゃないのかなって思います。星5制限以外だと大黒天とかエデンとかで使えるんで、初心者さんにとっては結構いいキャラクターだなって思います。はい、サビトですね。おすすめの名は同撃、英雄の貸し付けるなら同名撃ですね。非属性キラーと連撃キラーあるんで、殴りクエストでね結構強いんじゃないのかなって思います。なので同撃系の回帰が一番いいんじゃないのかなって思います。まあ今回ちょっと優先的にね身の厳選してあげればいいなと思うのは、煉獄さん、禰豆子、胡蝶忍かなって思います。まあ煉獄さんは抜けて一番強いんで、まあ煉獄さんが一番かな。で、禰豆子はまあ豪術様の適正枠として厳選してあげる。で、胡蝶忍は友情コンボが強いんで、まあ厳選してあげていいんじゃないのかなって思ってます。はい、ということで僕の個人的におすすめの身を紹介していきました。僕はとりあえずこの身でちょっと厳選してあげようかなと思います。じゃあバイバイ。